はい、これなんだかわかります？これね、はい、あの ND フィルターって言うんですよ。 NG フィルター、 NG フィルター、 NG フィルターじゃない、 NG になっちゃう、それ NG、 NG じゃなくて ND、 あ、 ND、 はい、 ND、 ND ですね。中間の濃度を出すフィルターなんですね。濃度、うん、それでね、これ何が関係してるかっていうと、これつけると、まあこれ2つが、ね、重なって、今これね可変式ってやつなんですけども、すごい暗くなるんですよ、色が変わってますね。これでわかるかな、わかんないね、これだとね、わかんないですね。あのこれちょっと後で実際に撮影するんですけども、はい、こういうので、まあ、回していくのが流行ってて、2つをねこう回していくとだんだん濃度が高くなっていくって言って、あ、まあ、極端です、暗くなるんですよ、これ暗くなる。で暗くなっちゃうと見えないんじゃないかってあるんですけど、うん、まあ、こういうふうに、ね、アタッチメントみたいな、まあ、外角が合わない場合ね、光景が合わない場合はこういうふうにねアタッチメントでつけてって、でここに合わせるようにしてね、こう大は小を兼ねるっていうパターンで、うん、まあ、一番でかいの買っといた方がいいんですよ。なるほど。 ND フィルターでこれでやると、まあ、暗くなるんですよね。暗くなるんだけど、この暗くなったところでカメラの明るさを最大にするんですね。明るさを最大、つまり開放っていうんですけども、はい、まあ、絞りを開放にして明るくするとボケ味が出るんです。ボケ味が出る、ボケ味って分かるね、あのよく後ろの背景が綺麗にボケてて、あ、はい、ここどこみたいな感じの美しい、そうそう、美しが原美術館が演出できる被写界深度、深度は深さね、度数、その被写界深度の度数っていうのがあって、はい、まあ、それが浅いか深いかなんですよ。うん、でよくボケ味があるやつは被写界深度が浅いって言います。浅いんです、ね、浅い、浅い、ボケてるのがね。でボケてないのは深い、深い、うん、だから被写界深度浅いなっていうのはボケ味が効いてるね。これボケてるなとかってやると、ってなっちゃってボケになっちゃうから、そのボケじゃなくてもう業界用語で、あ、これ被写界深度浅いねとか言ってあげると、お、なるほどとか思っちゃったりして、浅いのがボケている、深いのがボケてないです。なるほど、浅いのは別に悪いわけじゃないですね。そう、ただ問題は浅すぎちゃうとダメなんです。これね、みんな勘違いしてる、うーん、みんな勘違いしてる、 全世界の人的に回しちゃった今勘違いしてる人多い、これ、はい、あの浅けりゃいいってもんじゃないんですよ、特に動画ね、はい、動画だとそのシーンごとにここの場所はどこかっていうの分かんなきゃいけないんです。学校の教室だったら学校っていうのが黒板があって、学校、まあ、なぜかあの小学校とか中学校になっちゃってるけど、それが分かんないほどボケちゃうと、どこにこの人いるのって形でなっちゃうんですよね。確かに、全部ボケてたらもう、そう、分かんないよね、この物語何なんだみたいなことになっちゃうんで、あのボケはほどほどにして、うまくこう状況を伝えつつ、深くたまにしたりとか浅くしたりっていうのをやらないとダメなんですよ。あと浅くするとピントが合わなくなっちゃう。あ、例えば2人並んでたらどっちに合わせ、ピッピッって、ね、変えなきゃいけない、はい、でも深いと2人とも合ってるわけなん で、 あ、そうです、ね、変えなくてもいいというような状況になるっていうことで、まあ、この辺ね、被写界深度浅くても深すぎてもってあるんですけども、この ND フィルターっていうのをつけると、この被写界深度を浅くすることができます。その場合はカメラを開放にしてあげると出ますよ、というような、ちょっとこれもね、あの実験してやってみたいと思います。いそがめ虫